が史上最高値を上回りました。今日の日経平均株価の終値は34年ぶりに最高値を更新し39,098円となった。今年に入り大きく上昇した日経平均株価、実は不動産価格と連動していることを示すデータもある。不動産調査会社の東京カンテイのデータによると、過去の日経平均株価と都内の中古マンション価格が連動して上昇してきたことがわかる。なぜ株価と不動産価格が連動するのか、そして今後の不動産価格にはどんな影響があるのか。東京カンテイで長年不動産の調査研究を行っている井出武さんに話を聞いた。おおむねやっぱり株式市場がこう上昇している局面においては、そのマネーがこう還流するような形でですね、不動産にまあこう回ってきて、まあ、それがゆえに不動産も強くなっているという、こういうまあ好循環と呼んでいいと思うんですが、こういう流れができるということで、まあ、連動して上がっていくことが多いというのが、まあ、過去の通例でしたですね。株価と不動産価格の連動が特に顕著なのは、千代田区、港区、渋谷区の3つの区だという。株で得た利益をこのエリアの不動産に投資するケースが多いのだという。投資マネーの循環が強く起こる、強く相関するところはどこかっていうと、この3区になるんですね。なので、買って貸す、それから借りる人がたくさんいるっていうのは圧倒的にこの3区ですし、高い賃料を払える人も多くいるっていうのもこの3区の、特徴ですので、まあ、そういう意味では運用しやすいエリアでもあります。それから資産性も高いので、株で得た利益を不動産に変えるとき、資産性の低いのにわざわざ、変えるという人はいないと思うので、どういうところが選ばれるのかという観点で言うと、選ばれるのはこの3区であるというふうなことは言えると思いますね。実際に株式投資で得た利益で不動産投資を始めたオクトレ大家さん。コロナ禍に商業リートや巣ごもり需要関連の事業を行う銘柄を売り買いした結果、資産が5億円ほどに増えたという。コロナショックっていうすごい相場変動をする機会があって、そこですごい資産を増やしたんですけど、コロナのリスクを世間がうまく織り込めてないなって思ったので、株をその時に全部売ったんですね。一回この騒動にその収拾がつくまで株は持たずに現金にしようってことでちょっと我慢したんですね。そしたら案の定株価がすごい落ちて、で落ちたところを変えたので、もう資産を爆発的に増やすことができたって感じです。不動産投資に興味を持ったきっかけは、5億円ぐらいまで見えかけた時にもうすごいバブルの崩壊みたいなのが来て、金融テック系の株を買ってたんですけれども、それももう10分の1ぐらいに結局落ちたんですけれども、それに捕まってもう 2,3 億ぐらい溶かして、ちょっとこのままじゃあもう僕退場するなと思って、でそこで不動産投資に興味を持ったって感じですね。そのコロナショックが起きて、その金融緩和っていうのが世界中で出始めてて、もインフレになるっていうのも目に見えてたので、まあ、日本が仮にこれから平均 2% のインフレ率 2% で推移していくとすると、2% 以下の金利でお金を借りれれば、もうそれってもう実質タダで借りてるのと変わらないなと思って、とにかくこれからは借金して物件を購入していった方が得なんじゃないかって、まあ、借金しないってことがもう何だろう、損としか思えなくなってきたっていうふうな心境の変化があって、とにかく借金をしたいって思って、まず不動産に興味を持ちました。6棟ですかね。築浅ですとか、今新築をメインにやっています。4億超えたぐらいですね、今。最近は外国人が日本の不動産を買うケースも増えている。そのため、これまで通り不動産価格が株価と連動していくかは不透明な部分もあると東京カンテイの井出さんは話す。外国の方が日本の不動産を求める場合は、やはり圧倒的に都心3区で買うことが多いんですね。なので都心3区の連動性が株式の価格との、連動性が高く見えるということにも今つながっているのかなと思います。ですからそうなると、それ以外のエリアは必ずしも連動するという感じに動かない可能性もありますし、なんか連動してないなというふうな感覚に陥るということも
将来的にはあり得るので、昔とちょっと感覚が変わってきているのかなっていうふうにも思います。平成バブルでは、バブル崩壊後に不動産価格が暴落した。今後、同じような事態はあり得るのだろうか。今株価がガンガン上がっているから、ちょっとバブルが崩壊するんじゃないか、その前夜なんじゃないかっていう、まあ、そのいうふうに考える気持ちはすごくわかるんですよ。ただ、その通りになるかっていうのは、ちょっと私はそうならないんじゃないか。1989年とか、1990年の日本の置かれている環境と、今のもうグローバル化してしまった社会と、全く違う外国の富裕層の方が、どういう形で資産を保有しているのかっていう、その形一つとっても、全く違う負けと感で考えないといけないのかなと思います。全体でもマネーを結構動かしているようなですね、大口の投資家、機関投資家って言われるような人たちとか、そういう方はどっちかというと、その金融危機とかですね、そういう時には、その一気にこう撤退したりとか、マネーを取り下げたりというような動きは取るんですが、今は全体的にそういう形で動いているかと、決してそうではないっていうことだと思うんですね。今のそのマネーを動かしている人たちっていうのはもうちょっとタフな人たちなのではないか。で、その人たちはある程度金融資産とかをがっちり持っていて、ちょっとその金利が上昇したとか、それぐらいではもうびくともしない人たちが動かしているので、崩壊するっていうのにつながるというようなイメージはないですね。今後不動産価格はどうなっていくのだろうか。買い手がそのアッパーであれば、その本当にお金はいくらでも出せるよっていう方たちが残っているので、まあ、その範囲内であれば、まあ、どこまでも上がる可能性というのはあると思います。ただどうしてもそれを買って済むなら別ですけれども、買って貸す場合、賃料が伴って上がっていかないっていうところにどっか絶対立ち至ると思うんですね。その時点ではちょっとこれは利回りがあまりにも低いので、もうやめとこうかっていうフェーズが来ると思います。そこまでだと思います。収益物件数ナンバーワン不動産投資を始めるなら楽町アプリ、楽町で検索。平成バブルを経験した投資家はどう捉えているのだろうか。40年ほど前から株と不動産に投資を行っている加藤隆さんは、平成バブル崩壊についてこう振り返る。なんか思い起こせば、1990年になってから株が大暴落しだして、で1年ぐらい経ってから不動産も大暴落してるんで、結構印象深く覚えてます。融資受けが困りましたですね。やっぱりバブル崩壊した後っていうのは、しばらくは融資受けれない事態が続きましたですね。コツコツと現金でやむを得ず買ってったり、若干金利が高いノンバンク使ってったり。平成バブルと今の状況に違いがあると加藤さんは指摘する。不動産とかについてはすべからく全般的に平成バブルの時上がってたんで、いわゆる地方とか僻地とかリゾートまで何でもかんでも上がってたですけど、今はそんな感じじゃないんで、やっぱり立地がいいとことか希少価値の高いとこは上がるけど、そうじゃないとこはダメなまんま、いいものはいいけど悪いとか悪いという、そういう差別区的な見方はあるんで、そこはちょっと違うかもしれないですね。あと何でもかんでも上がるわけじゃないんで、一時コロナブームで僻地とか流行りましたけど、やがて収まったらやっぱり場所がいいとこがいいんで、交通の便がいい場所がいいエリアっていうのはやっぱり希少価値があるんで、そこは気をつけた方がいいと思います。バブル崩壊して、もうすごい大暴落しましたけどね、1990年以降。それでも売らなければ大丈夫なんで、値上がり益期待して、短期の資金調達をして、で、売らざるを得ないような状況に持っていくやり方は、リスクがあると思います。ただし、バブル崩壊して物件価格下がっても、家賃はそんなに暴落するわけじゃないですから、持ちこたえられれば、やがてまた景気がいい時も10年おきぐらいにやってくるんで、持ちこたえられると思いますね。1990年を振り返って思うところは、場所がいいエリアにすることと、余裕資金でやることと、売買再起を狙わない、家賃収入を狙うというところですかね。